スティーブ・マック・イーンは、イギリスの映画監督、脚本家、プロデューサー、現代アーティストである。グレナダ系の子として、ロンドンに生まれ、ウエストエンドで育つ。チェルシー・カレッジ・オブ・アート・デザインや、ゴールド・スミス・カレッジなどで美術とデザインを学ぶ。在学中に映画制作を始め、1993年に最初の短編、ベアを発表して以降、 モノクロのサイレント短編映画を次々と発表。卒業後はビデオインスタレーションアーティスト、彫刻家、写真家として活動し、シカゴ美術館、パリ市立近代美術館で作品を展示。1999年にはヤングブリティッシュアーティストの中核でメディアの注目を集めていたトレイシー・エミンを制し、バスター・キートン映画に基づいたビデオインスタレーションでターナー賞を受賞した。 2002年、2007年には、ドクメンタ11.12、2009年には、第53回ベネツィアビエンナーレと立て続けに、大規模な国際展に選出。現代アーティストとしての作品は、テートモダン、ニューヨーク近代美術館、ポンピドゥセンターなど、世界の美術館に収蔵されている。日本でも2006年に、香川県の丸亀市、猪熊源一郎現代美術館で、個展。 カレスス、アイブテンが開催された。2008年、1981年に、北アイルランドの刑務所で起きた、抗議運動を題材に、初の長編映画、ハンガーを監督。英国人初となる、カンヌ国際映画再カメラ、ドール受賞をはじめ、英国アカデミー賞新人賞など数多くの映画賞を獲得し、新進気鋭のフィルムメーカーとして、一躍注目の的となる。 セックス依存症に悩む、男の悲哀を生々しく描いた、長編2作目、シェイムシェイムもベネツヤ国際映画最近、失笑ノミネート、英国アカデミー賞英国作品賞ノミネートなど、高く評価された。長編3作目の、それでも世は明けるでは、19世紀に誘拐され、奴隷として売られた人物であるソロモンのオサップの、奴隷体験記を原作とした。これも高い評価を受け、 第86回アカデミー賞級部門にノミネートされ作品賞と助演女優賞を受賞。黒人監督の映画として初の作品賞受賞作となった。2011年に大英帝国勲章を授与された。現在はロンドンとオランダのアムステルダムを拠点に活動している。2014年1月6日に行われた、それでも夜は明けるの。 第79回ニューヨーク映画批評家協会賞の受賞式において監督賞を受賞したマック・イーンがスピーチをしていたところ協会員の一人であるシティアルツのアルモンド・ホワイトからヤジを飛ばされたがマック・イーンは何事もなかったかのようにスピーチを続けたこの件に関して協会はマック・イーンに謝罪の意を表明しているホワイトはヤジを否定したが後日 教会から除名された。ありがとうございます。